お前たち、そこを動くな。高見様、お戻り願いますね。ここまでか。君丸、どうする、うん、この人たちを傷つけるわけにはいかないよ。とにかくここは逃げよう。そうね、キジメ、サルキチお願い。うっしゃ、任せとけ。じゃあ、私はこっちの可愛い金担当ね。ちょっと、お先に。おいおい、残り全員俺が。勘弁してくれよ。すみません、サルキチさん。まあ、しゃあねえな。さあ、あなたも。行って、急いで、サルキチ。おい、モモ、ちょっと重くなったんじゃねえか。うるさい。せっかく早く。んじゃ行くぜ。お前ら、高見様をどこへ連れてくつもりだ。待て。ここまで来ればもう大丈夫だろう。ったくもう定員オーバーだぜ。選手、気がついたか。高見、僕、一体この人たちは。追ってから俺たちを助けてくれたんだ。悪い人じゃなさそうだ。ほら、やっぱ男の子だったじゃない。さっきの賭け、私の勝ちね。ち、しょうがねえな。あの、高見さんと聖樹さんでしたっけ。何があったのか、よかったら訳を聞かせてくれませんか。お前たち、さっき水神の話をしてただろう。あなた、水神様を知ってるの。知ってるも何も、俺たちが新しい水神の候補だ。あなたたちが水神様ですか。いや、まだ候補だから正式に水神になったわけじゃない。なんだ、神様ってから雲に乗った白ひげのじいさんかと思ってたのに、普通の人間じゃねえか。人間とはなんだ、プレーナー。何怒ってんだよ。どっから見ても人間じゃねえか。俺たちは竜族だ。竜なのにどうして人の姿を。皆さんが知っているのは竜の玉を持った時の姿ですね。俺たち水竜族は遥か昔から竜の玉を受け継いできた。竜の玉を手にすると竜の姿になり、水を操り雨を降らすことができる。だから水神とも呼ばれているんだ。なるほどね。じゃあどうして水神にならないの。麓の町は日照りで困ってるんだよ。それは僕たち幼馴染なんですが、住んでる村が違うんです。新しい水神を選ぶたび、どちらの村から水神を出すかをめぐって村同士が長い間争ってきたんだ。そして今回は俺たちが候補になってしまった。別にどっちがなってもいいじゃない。あんたたち仲良さそうだし。俺たちはどっちがなっても構わないと思ってる。でも村の人はそうは思っちゃいない。あ、二人一緒にってわけにはいかないのかな。水神は竜族の男が一人と決まっているんだ。それに決め方が問題なんだ。う？喧嘩か？あんたじゃうまし。水神の儀式で候補者同士が剣で戦い、勝った者が水神となるんだ。え？勝負はどちらかが死ぬまで行われる。そんな、かわいそう。いくらしきたりとはいえ、そんなこと俺たちにできるわけが。それで逃げてきたんですね。麓の町の人が苦しんでいるのは分かっています。でも、でもねえ、みんな、この二人の力になれないかな。話を聞いちゃった以上、ほっとくわけにもいかないわね。うん、このまま水神が決まらないのはよくない。でも、この二人が傷つけ合うのは間違ってるよ。何かきっといい方法があるはずだ。お前ら、皆さん。よし、じゃあ早速対策を考えようぜ。ねえねえ、別の人に代わってもらえないの。それは親父が納得しないだろうな。うちの母も譲らないと思います。僕は幼い頃からすでに水神候補として育てられてきましたから。俺の親父と聖樹の母親、仲が悪くてな。昔は仲が良かったらしいんだけど、どっちも引かないだろうな。ダメか。あ、どちらかが儀式に出ないってのは、それなら戦わなくてもいいし、
儀式に出なかった候補者は掟を破った者として湖に沈められてしまうんだ。生贄として。湖は枯れてんだから沈められることはねえんじゃねえか。えどっちにしろ待つのは死か。そりゃ逃げたくもなるわよね。はあ、困りましたわね。なんだ。動けません。何度も問われるわけにはいかないんだね。この網はそう簡単には切れやしないぜ。お犬ちゃん、キジメ、サルキチ、この網を外せ。申し訳ありません、高見様。窮屈でしょうが、このまま村へお戻り願います。高見、みんなを離せ。いや、くっさー、こんがらがって体が思うように動かねえ。ちょっとサルキチ、痛いじゃない、暴れないでよ。苦しい。よし、残った3人も捕まえろ。仕方ねえ。君丸、モモ、お前らだけでも逃げろ。でも、そんなことできないよ。みんな捕まるわけにはいかないでしょ。聖樹さんを連れて早く逃げるのよ。わかった、必ず助けに行くから。君丸、うん、聖樹さん、モモ、目を閉じて。はぁ、うわ、眩しい。くそ、目が。奴らがいない。まあいい、余計なものもついてきたが、高見様を確保できたんだ。戻るぞ。さあ、お前らも来るんだ。みんな、絶対助けるから待ってて。